という接戦でした。今日のゲームを振り返ってまいります。先発は石川修太、その立ち上がり初回フォアボール3つ、マリーズチャンスを迎えるんですが、茶谷がここは初球を打ってのショートゴロ、これ初球でしたから助かりましたよね、はい、ここは0点に抑えます。さあ2回のホークスです。先発種市を攻めて先方柳田ここで出るんですが、ただここは栗原、牧原連続三振、これで2アウト。柳町も三振と種市も踏ん張ります。今日はまっすぐも早かったです。そうですね、スライダーが特に良かったですね。3回の表マリーンズはランナーセカンドに置いて中村翔吾、うまく打ちました、センターの前、これがタイムリーヒット、1点先制のマリーンズ。さらにこれは4回です。ランナー2塁1塁2アウトで友杉がここはうまくライト前で運んでタイムリーヒット、2点目。この辺りね、石川投手がちょっとアップアップでしたからね、その後満塁となってボランコの時にワイルドピッチ、これで3点目が入ります。マリーズ3対0リードを広げます。苦しい展開ではあったんですが、4回2アウトランナー3塁1塁で川瀬が逆方向、これがタイムリーヒット、1点返してまずは3対1とします。2アウトから落ちてますよね。さらにランナー2人置いて甲斐がこの打球センター岡も取り込んでいくんですが、これが抜けていきます。ランナー2人がホームに帰って3対3同点のタイムリースリーベース、甲斐が打ちました。そして5回です。泉がマウンドに上がって2アウトを取ったんですが、その後佐藤俊也の打球はライトへ、今シーズン第3号のホームランでマリーン勝ち越し4対3。まあこの辺りまではね、やっぱりロッテのこの好調の勢いですよ、感じましたよね。さらにランナーを置いてここは池田が左中間を割っていきました、タイムリーツーベース、5対3リード2点差に広げます。しかしその裏ランナーを置いて種市から牧原大成、今日キック、これがフェンスを越えて同点のツーランホームラン、今シーズン第1号5対5。いや、頼もしい男は入ってきましたよ、ね。はい、そしてそこからブルペン勝負、8回はモイネロがマウンドに上がって友杉はサードゴロ、中村はセンターへのフライ、ポランコはカーブに反応できませんでした、見逃し三振、三者凡退に抑えます。9回オスナがマウンドに上がってランナーセカンドというチャンス、ここはマリーンズ、ただ菅佐藤としてはピッチャーゴロ、オスナがいい反応を見せました。本当に危なげないですね、ランナー出してもね、はい、この裏西村がマウンドに上がってツーアウト取った後、今度の当たりは高く上がったんですが、ここまで西村今日もしっかり無失点に抑えます。ブルペン陣頑張って12回の裏ワンアウトランナー3塁1塁、さあ東からバッター柳田、ここを捉えてランナー3塁1塁からのサヨナラヒットはライト前、非常にねコンパクトな素晴らしいバッティングでしたね。6回のホークスがこの2連戦の手を取っています。ホークスは今シーズン4度目のサヨナラ勝利ということになります。